こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は8月2日の金曜日です。実は、昨日今日とですね、この北海道の旭川に、参りまして、毎年、呼ばれてるんですけれども、講演をさせてもらって帰ってきました。北海道はやっぱりいいですね。本当に暑いと言っても30度ないんですよね。27、8度で、帰ってきて、今京都に着きましたけれども、40度ですよね。39度、どうなってるんでしょう。本当にもうこの国はこのままでこんだけ暑い日が昔あったかなと思ってるんですけれども、とんでもない、気象状況続いてますけれども、どうぞ皆さん方お体を気をつけて頑張っていただきたいと思っています。でその中で昨日の旭川の講演は、税理士会の、先生方の講演ですから、比較的この経済のことをですね中心に話をさせていただいてまいりました。でそんな中で、いわゆる骨太の方針、これが2025年の骨太方針、来年度の予算の編成方針ということで、この6月国会の会期の中で最後ですね、いろいろしたんですけども、その裏話なんかをいろいろ話したんですが、今日はそのことをちょっとお話しさせていただきます。それで、要はですね、2025年にプライマリーバランス黒字化ということがこの一つの目標と言われてきたんですけれども、最近のどうも内閣府の政府の試算によるとですね、税収がどんどん増えてきて、結局いわゆる2025年の黒字、このままではうまくできそうだというようなね、憶測も出てきています。しかし問題はですね、プライマリーバランスをそもそもこの財政の指針にすること自体が入り口から間違っているんですけれども、なんでこの間違った指針になったのか、そしてさらにはですね、そもそもプライマリーバランス黒字化目標、なんでなったのかということと、そのおかしな指針なら、直せればいいのに、なんで、西田さん今回の、この黒字化目標のところについて、大きな議論にならなかったのかと、この2つをですねちょっと話をしたいと思うんですね。でまず、プライマリーバランスというのは何かというと、基礎的財政収支という形で言ってますけれども、要するに簡単に言うと、その年の予算はですね、その年の税収、その範囲内で納めるべきだと、そういう発想なんですよね。でこれは、普通の、家計や、家計を預かっている主婦の感覚からするとですね、一番分かりやすいですよね。毎月月給やボーナス入ってくるけれども、その年に入ってきた、所得の範囲内でないとですね、それ以上のお金を、毎回毎回、使っていると、借金ばっかり増えてくると。で借金が返済できている間はいいけれども、返せきれなくなったらどうなるんだと、破産するじゃないかと。だからできるだけ切り詰めて生活をすると。でそのことによってですね、財政の余力、つまり、次の、年にまた、とんでもないことが起きると、誰かが病気になるとか怪我をするとか災害にあったとかですね、そうした時に思わぬ不測の事態でお金がいることがありますよね。その行った時もですね、きちんと、つつましく生活をしていれば、そういうことにも対応できる。だから、財政余力を持つためにも、プライマリーバランスを黒字化しなきゃならないんだと、よくこういうことをですね、財務省も言うし、財政規律派の国会議員の皆さん方、この今私が言ったことをそのまま言っておられますよ。それで、この話は普通の読者の方、この視聴者の方にもですね、そうだと思っている方がおられるかもしれません。私の番組を見ている方は、そういうことは間違っているということを分かっている方だと思いますけれども、それ以外の方はですね、まさに、そういうふうに財政が破綻するかもしれないから、できるだけ切り詰めてやろう、こういう話なんですね。で国の方は、そういうことで、財政を切り詰めてやっていかなきゃならない。今失われた30年で税収がどんどん落ちちゃったと、最近はどんどん税収が増えてきておりますけれどもね、税収が減って一方で、いわゆる、
この平成になってからはですね、社会保障費というのがものすごく大きな勢いで伸びていってるわけですね。その理由は高齢化ということが最大の理由ですよね。高齢化人口が増えてきて年金をもらう人、それから介護保険の給付をしなければならない、そういうさまざまなこの医療介護年金などの社会保障の給付がどんどん増えてくる、増える要素があるわけですね。そこがこの日本の財政再建をしないと大変だという話になった根本問題なんですけれどもね。でまさにこれは全て家計ということを前提に言ってるわけですよね。家計ならさっき言ったようにですね、所得の範囲内でないとそれ以上の支出をする生活をすると破綻します。だから家計と同じように国家もやらなきゃならない、本当に単純にそういうつもりで言ってるわけですよね。でしかしこれがですね、間違いだというのはもう何度も言ってますけれども、要は家計と国家とは違うと。で何が違うのかと、家計は人様からお金もらってるんですよね。これはで商売するにしても人様からお金をもらっている。でところが政府はですね、人様にお金をあげる方なんですよ。もっと言うと通貨発行というですね、国家にしか認められていない権限があるわけです。人様にお金をあげるのは税金をいただいてそれを分配するということもある。しかしそれ以外に国家がですね、通貨を発行することによってさまざまな用途に使う、これは例えば災害の時とかですね、それからパンデミック、このコロナの時もそうですよね。感染病、そういうものが広がったと。それから戦争、よその国が攻めてきたと、それをどうやって立ち向かうか、こういう形の国家として、やらなきゃならない個人の力ではどうしようもない、この、支出を、仕事をしなきゃならないんですけども、それを皆さん方からいただいた税金でやるといってもそれは無理がありますよね。だからそういう皆さん方からいただいた税金だけでやるという考え方でやってると、そもそも国家なんて成り立たないわけですよ。不慮の、それから、騒動を絶するようなそういうような事態に対応できない。だからそういうことに対応できるようにしているのが通貨発行権なんですね。で通貨発行権を行使すれば、つまり通貨発行権を行使するというのは具体的には、国債をするということなんですよね。で国債を刷って、政府が借金をしましたと、そしてその、国債を、この皆さん持ってくださいというので、基本的に銀行など金融機関などが持つわけなんですね。でそして今の日本の場合には金融機関の一番の親玉である、親分である日銀がその半分を持っていることになりますけれども、要するに銀行が国債を持つことによって銀行としてはですね、資産を持つことになるわけですね。で銀行はさまざまなお金、これをですね、皆さんから、預金者から預かってますよね。で預かってる預金というのは、これは、預けた方は資産でありますけれども、預かってる、銀行にとってはですね、これ負債なんですよね。銀行にとって預かってるお金、預金というのは負債です。ですから、その預金があるんだけれども、その預金をですね、今度は、預かってるだけではこの利息を払わなきゃならないわけですからね、収益を上がらないわけですね。そこで銀行は、そういうお金をですね、何らかの形の資産に変えて運用していく、それがですね、国債というような資産になるわけですね。で国債を買っておけばですね、ちゃんと、その償還の期日になると、間違いなく国家がお金を払ってくれるわけですよね。だから、不要不急のお金があった場合には銀行などはですね、迷わず国債を買っておいたらとりあえず金利がついてくると、こういう仕組みで、要するに銀行にとってもですね、この長期的に不要不急のお金を運用する、資産として国債というのはですね、非常にありがたい存在なんですよね。でそういう形で、要するに銀行などが国債を買ってくれることによって政府にお金が入って、その入ったお金で今度はさまざまな、
先ほど言ったパンデミックやですね、災害対策や、それから、そういう、まあ、戦争というのはあってはない困りますけれども、そういう事態にならないように備えておくという防衛費の財源にもなるわけですね。そういうふうに、個人では対応できない、国家にしかできない大きな仕事をするのはですね、単に、皆さん方から集めた税金だけでやるんじゃなくて、そういう国債発行、通貨発行によって行っている。でこれが現実なんですよ。でこれどこの国でもやっています。で税金の範囲内だけで全部納めているという国はどこの国もありません、ね、問題はそこのことをちゃんと分かってもらわなくちゃ困るわけなんです。しかし日本のように国債の残高が、GDP の、倍もあるじゃないかと、まあ、500兆円600兆円、近い GDP に今なってきましたけれども、その倍の1000兆円を超える1200兆円に、なるというようなですね、負債残高それもないじゃないかということを言われているんですけれども、確かにそれも日本はですね、国債の残高は GDP に対しては非常に大きいですよね。でところが、その、国債をじゃあ誰が持っているのかということなんですけれども、今言いましたように日本の国債の場合にはですね、そもそも日銀が半分持っているわけです。半分以上持っているわけです、まあ、単純に半分としておきましょう。でそうすると、まあ、1000兆円と国債残高したら500兆円は日銀が持っているということなんですよね。でそうするとどういう構図になってくるかというと、政府には1000兆円という確かに負債、借金があります。あるけれども、これを持っているのが、半分は銀行500兆円持っているとしましょう。そしてその半分がですね、また500兆円は日銀が持っているということなんですけれども、あの民間の銀行が持っている場合には、その民間の銀行に500兆円のついての利息を払うわけですね。で例えば、まあ、今ほとんど利息はですね、ゼロ金利と言われるぐらい低いですけれども、まあ、最近、これから政策金利も上がってきた 0.25% ですか、ぐらいになるという話ですけれども、要するに、まあ、それでも低いんですけれどもね、例えば 1% の利息が上がってきたら 1% で1000兆円の場合10兆円ですよね。だから10兆円 1% 上がれば10兆円 2% 上がれば20兆円利払い費が政府が払わなきゃならないという、これは結構、その利率が高くなると大きくなるわけですね。でそういうことを考えるとやっぱり国債の、残高がどんどん増えてくると利払いだけで大変になるじゃないか、やっぱり国債の残高を減らしておくべきだと、こういうふうに、財務省なんかも訴えるわけですけれども、しかし実際にじゃあ、この例えば 1% 金利が上がってですね、10兆円分の金利を払わなきゃならなくなったとしましょう。でその場合10兆円政府が払わなきゃならない、毎年利払いになると10兆円だけ払うんですけれども、そのお金のうちの半分は民間銀行に払うわけですね。そしてまた、その半分はまた日銀に払うと。そうすると日銀に払ったお金は、5兆円分になりますよね。10兆円の半分日銀がもらうということになると、で5兆円日銀に払ったら払ったお金を、そのまま日銀の収入になりますけれども、日銀の収入になったらですね、最後それは、国庫に納付するという、まあ、そういうルールになっているわけですね。ですから日銀に払ったお金は基本的に国庫に戻ってくるわけですから、差し引き、国庫の負担というのはですね、日銀に払った分はほとんど負担にならないということですよね。でそして、銀行にももちろん払うことになるんですけれども、銀行に払っていったらですね、今度はこれは税金が銀行がの利益が増えますからね、銀行が税金として納める金額がまた増えてくるということなんですよ。でそういう形で結局のところですね、金利が上がったら政府の払う金額が大変なことになるじゃないかと言ってますけれども、要するに金利を払ったもんでもですね、日銀については少なくともこれは政府に戻ってくる金額になりますから、まあ、例えてみると結局日銀が持っている国債については、利払い費は政府は負担しなくていいという話になっちゃいますね。それから利払い費だけじゃなくて国債の償還もですね、これを前からお話してますけれども、償還は
どうやってやってるかというと、新しい国債を発行してそれで調達したお金で国債の償還してますから、実際問題は、税金で、万国の代の税金で国債の償還をしているということを財務省は言ってきましたけれども、それは全く事実に反してるんですね。新しい国債、仮開催でやってますから。ですから何度かこの番組でも言いましたけれども、少なくとも日銀が持っている国債については利払いも償還も政府の負担になってない。とまさに国債のうち日銀が持っている分については借金ですらない、そういうことも言えるんじゃないのかということなんですね。でこれが事実なんです。でこのことを鈴木大臣もようやく事実としてこれ認めてるんですよ。ですから1000兆円の国債があるからどうだ、大変だ大変だと、GDP の倍もあるから大変だ大変だ と言ってること自体がですね、全く意味がないことで騒いでるということなんですよ。だから、そもそも、この国債の残高が多いから、これ大変だとか言ってますけども、そういうこと自体が意味ないんですね。でそれよりも問題はですね、なんで国債の残高がどんどんそれだけ増えてきたのかと、そっちの理由を考えるべきなんですね。でそう考えると、冒頭言いましたように、もともとですね、この国債が増えてきたのは平成になって、医療費や、介護や、年金というね、社会保障の給付の金額がどん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 増えてくる。その原因は、高齢化によって増えてくる。これ当然ですね。初めからそのことは人口動態が30年後どうなる、40年後どうなるって、これ推計値が出ますから最初から分かっていたわけですね。平成になった段階で、これからあと何十年で段階の世代がですね、つまり昭和の戦争終わって、しばらくの間に生まれた世代の方々、今ちょうどその方々が70代後半から80代になってきてるわけですよね。でそうなるということがもう30年前40年前から分かっていたんです。そうするとそこにたくさんのお金を、支払わなきゃならなくなるじゃないかと。でそれを、どうやって賄うのかと、本当は、税金で賄わないといけないと彼ら考えていたわけですけれどもね、残念ながら税金では、賄いきれなかったんですね。そのために消費税を上げようと、消費税を上げて安定的な財源として平成の頭にですね、この消費税を作った。それは将来の社会保障費の財源としてやるべきだというので作っていったわけなんです。でところが、その消費税を作ったことと、さらには、この平成になってバブルが崩壊してから景気自体が悪くなってしまった。でまた消費税のこの仕組み自体がですね、今までのように所得に対する所得税や法人税のように、儲かった人から払ってもらうというんじゃなくて、その儲かっても儲からなくても、広く薄く、庶民の皆さん方から、徴収するという、考え方としてはですね、税の考え方としてはみんなで世の中を支えるという意味で、これは決して間違った税制ではないと思っていたんですけれども、経済の仕組みの中においてはですね、そういう仕組みを作ってしまったために、肝心の一番大きいですね、経済の動かすエンジンになっていた個人消費がガクッと落ちてしまう仕組みになっちゃったわけですよ。でここが、この平成の大失敗なんですね。で結果的に要するに経済が大きく伸びない、つまりバブルの時に500数十兆円あった、このGDP、 そこからガバンと落ちちゃったわけですね。400兆円台に落ちちゃった。でようやく今は500兆円回復してですね、600兆円を目指して、随分 GDP も上がってきましたし、それに伴って税収もですね、バブルの時の最高値を毎年毎年更新するのがこの 2,3 年続いています。つまり経済がようやく戻ってきた、だから税収も増えてきたということなんですけれども、ここまで言えば分かりますように、要するに問題は経済が悪かったから、経済が悪かった分必要な税収が入ってこなかったから国債残高が増えたと。で国債残高が増えたからといってですね、そのことで国が破綻するようなことには仕組みとしてならないんだけれども、それを、国債が増えてしまうと財政が破綻してしまうんじゃないかと。でそういうことをですね、散々財務省が宣伝してきたために、本当にみんな国民
国会議員も含めて洗脳されてるんですよ。国債がこれだけ多かったら本当に大変だというので、本当は国債の残高よりも、経済そのものを立て直すためには、多少、国債残高が増えても、いやもっと言えば国債残高が気にせずですね、投資を増やすようなところにどん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 お金出していけばよかったんだけど、それをしてこなかったんです。でそれが30年間の失敗のもとですし、その発想の中で作られたのがプライマリーバランス、まあ、経済を直さなきゃいけないのに、先に財政を直す、税収の範囲内でしか予算を組んじゃいかんというルールをです、ね、無理やりはめ込んできた。しかし当然そんなことはできませんね。できませんから、結局は赤字国債出すんですけれども、赤字国債出しても、今年1年限りという形で赤字国債を出していたのが、これとっても1年では、どうしようもないと、まあ、5年という金額を、期間を設けて、ここ何年かはですね、5年の期間の間に何とかしようというので、赤字国債特例公債が成立している。でその期限が2025年度なんですよ。だから2025年度を超えちゃうと、赤字国債が出せなくなっちゃうぞと。だからそれまでにプライマリーバランスを黒字化、税収の範囲内で予算を組むようにしなきゃいけないというのが今までやってきた話です。でしかしここまで言うともう分かっていただいたと思いますけれどもね、要するに初めから入り口から間違っていたんですね。国債の実態が何かと、通貨発行だということを分からずにですね、国債を発行したからといって財政が破綻することはない。むしろ問題は経済を良くすることが結果的にですね、税収を増やすことになるから、そしてプライマリーバランスは自動的に良くなっていくわけですね。でそしてそれを、まあ、効果不効果気づかせてくれた、それがまさにあのコロナによるパンデミックなんですね。コロナの時代ですね、まあ、3年間ほど続きましたけれども、経済がガクガクっと落ちちゃいましたよね。でもそれを守るために、また医療を崩壊させないために100兆円のお金を一挙に使ってですね、下支えしたと。そうすると何が起こったかと、まあ、コロナはだんだん収まってきた。今また、コロナの感染者増えてると言ってますけれども、かつてのような重症者はもういないという状態になって、また違う病気になってしまってるわけですよね。でしかしいずれにしても、コロナの時にお金を100兆円出したおかげで経済そのものがですね、回復してきて、この税収も増えてきているというのが現実なんですよ。さてここから何が分かるのかと、政府がお金を使えば、それもドカンと使えばですね、ドカンと経済も良くなるし税収も伸びたと。これがあの誰の目にも明らかな、原因と結果なんですね。ですからそもそも、この、経済というものをですね、つまり経済というのは形成催眠ですよね。世を治め民を救うというね、困っている、国民を生活を守るために、お金を出せば経済そのものが良くなると、まあ、これは本当にそのことをまさにコロナは教えてくれて、でそのことをもとにですね、我々は、財政運営をしていかなきゃならないというのが、今我々が学ぶべきところじゃないでしょうか。でそこで我々はずっとですね、自民党の中でもそういうことを言ってきたんですけれども、今年の財政の、このいわゆる、2025年の黒字化目標についての、いわゆる骨太の方針で大騒ぎにならなかったのは、2025年度に、黒字化と言ってますけれども、特例公債も2025年は出せるんですけど、それは具体的にいつかというとですよ、25年度ということですから、具体的には2026年の3月なんですね。2026年の3月、来年再来年の3月まで特例公債法は有効なんですよ。だから、もしも、コロナのようなことがまたね、大きな、この問題になって、大きな財政出動をしなきゃならないという事態になっても、この25年度は出せるんですよ。特例公債を出してもいいことになってますからね。だから、ここにはその財政余力があるんです。ところが26年の3月超えた2026年度以降は、もはや特例公債法の期日が来てますから、特例公債つまり赤字国債出せないんですよ。でそうなると、もちろん赤字国債を出せるように特例公債を再延長するような法律を通せばいいんですけれどもね、それを一体誰が通すでしょう。で我々自民党、まあ、自公政権がですね続いていれば、
当然これはですね、25年度で切れてるけれども、来年度以降も延長しようという法案を出しますよ。そして責任を持って通します。しかし我々が自民党がギアする自公政権がなくなる、そうなってしまってですね、今の、立憲民主党や、それから何ですか、維新の会とかね、まあ、いろんなそういう政党が、政権取ったりどうなるかと。これ必ずしも特例公債法を彼らが延長するとは思えないですね。でむしろ、彼らが言ってるのは無駄遣い、やめたらいいんだと。特に共産党なんかはですね、岸田内閣で、ね、軍事費を倍増しようとしてると、それをやめれば出せるじゃないかということで、予算の付け替えね、他のそういう、軍事費をやめてやるんだとかね、そういう話に必ずなりますよ。そうするとどういうことになるでしょう。皆さん本当に国は潰れますよ。これ本当に潰れます。ようやく日本の国30年間の失われた期間を経て、ようやくみんながですね、少なくとも自公の、政治家たちは、随分この問題について気がついてきたはずなんですが、このことが分かっていない方々がもう一度政権を取るととんでもないことになりますよと。でそうならないようにするために、我々しっかりね、この次の、この総裁選挙が9月にあります。でこの9月に、岸田総理がなるかどなたがなるか、これまだ分かりません。分かりませんが、どなたになってもですね、今私が言ったことを、しっかり国民に訴えて、その衆議院選挙と参議院選挙で過半を取らないとですね、これが過半数取れなくなると政権そのものが、野党に行ってしまいますしね。そしてその結果、今言ったような30年間、自民党政権が、本当になんとか、この財政の問題から経済の問題なんだということにようやく気づき始めた、この経済財政政策がですね、まともやズソンと落ちることになる、まあ、これが今日の状況なんですということを、実は昨日、この北海道旭川の税理士会でお話をさせてきたしていただいたわけなんです。まあ、そういうことで、まあ、何度かこの話は、私もしてますから聞いておられる方もらえると思いますけれども、本当にあの自民党自身がですね、この国家を潰してなるものかと。そのためにも財政をしっかり、財政じゃなくて経済をしっかり支えなきゃならないけれども、そのことが大事なんだということを国民に理解してもらわないと我々の政権は維持できないんですよ。でところがそれが維持できるかどうかというのが、今の非常に低い支持率では先行きおぼつかない状況になってるんですね。でその状況を作ったのはもちろん政治と金、この問題に対する国民の疑念がまだ払拭できてないからです。でこれをどうすれば払拭できるのか、でこのことも実は、税理士会の中でもお話をしてきたんですけれども、これはまた、別の機会 のこのチャンネルでお話をしたいと思います。とりあえず、まず我々がやらなきゃならないのは、財政の再建ではなくて経済の再生再建だと、このことを改めてお話しさせていただきました。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。